マリアです。ピンクラテ TV 始まるよ。イエーイ。はい、今回の企画はマリアの放課後ルーティーン。今まさに学校から帰ってきて、学校は制服なので服は着替えたんですけど、髪の毛と顔はね、あのすっぴんボサボサっていう学校から帰ってきたそのままの状態です。今から帰宅後から寝るまでのマリアの学校のある日のルーティーンを紹介していきたいと思います。それではどうぞ。今日はですね、塾がお休みで、いつも塾がある日は帰ってくるのが8時過ぎとかなので結構バタバタしちゃうんですね。でも今日はお休みなのでゆっくりしたルーティーンを皆さんにお見せできるかなって思います。それにね、今日部活がお休みで帰ってくるのがすごい早くて、今5時ちょっと前なんですけど、いつもご飯食べるのが6時過ぎとか6時半とかなので、結構まだ時間があるので勉強していきたいと思います。勉強するのは前に紹介したこのマリアの机、紹介の動画を見ていただければわかると思います。ここの机です。で、勉強していきたいと思います。筆箱は変わってないです。これもね、紹介してあるのでぜひ見てください。理科と数学どっちしようかな。とりあえず理科を先にします。はい、今リビングに戻ってきて夜ご飯の時間になりました。今日はちょっと遅めで今7時前なんですけど、今日の夜ご飯は見えるかな、キムチ鍋です。マリアね、キムチ鍋大好きなんですよ。キムチ好きだし鍋も好きだし、それを合わせたらもっと好き。キムチ鍋大好きなんです。来ました、美味しそう。いただきます。メロニー美味しいよね。熱どれから食べようかな。めっちゃ美味しい。なんで石川県鍋、松屋の鶏野菜味噌っていう味噌を使った鍋とかが結構有名なんだけど、最近はいろんなところでも買えるようになったって言ってて、知ってますかみんな。私は、それも好きだけどキムチ鍋好き。他にみんなの地域とかではどんな鍋が有名ですか？教えてください。じゃ今からゆっくりご飯を食べていきたいと思うので、また後でお会いしましょう。バイバイ。はい、今ご飯食べ終わりました。ごちそうさまでした。鍋半分以上食べてママ食べる分なくなったって、なんかちっちゃい子で4分の3つけてます。インスタでママとデートっていう投稿した時に、マリアちゃん結構食べるんだねみたいな言われたんですけど、めっちゃ食べます。めちゃくちゃ食べます。で、まあ、4分の3までは食べないけど目があった食べないけど、食べないけどね、見ないでください。
食べないけど、いっぱい食べます。でも就職はそこまで胃に入ってこない今から SNS とかいじっていきたいと思います。アイス、これマリアの大好きなやつ。なんか中になんか入ってる、とろーりみたいな、お餅みたいなのが入ってて、めっちゃ美味しいやつ。おすすめ、あげないよ。じゃーん、いただきます。もうそろそろお風呂に入るので、あのね、ほらさっきめっちゃ食べるって言ったじゃん。でね、すごい太ってきるのね。だからお風呂に入る前に必ずぬる姉さんの足パカソーランみたいなやつをやるようにしてます。これ2セット、めちゃくちゃきつい、ほんとに。から上がりました。なので今からスキンケアをしていきます。アヌアシリーズを使ってます。化粧水を塗ったら可愛すぎる、この VT のフェイスマスクです。インスタにもあげたんですけど、すごい可愛すぎる。15分ぐらいパックをするんですけど、シリコンマスクをつけてストレッチをしていきます。はい、次にナル姉さんの、またナル姉さんなんですけど、足汗のスピードが2倍になるっていうストレッチをしていきます。剥がします。ピルン、テックテカ。パックでちょっと拭き取ります。ちょっとね、クリームを塗ったら、最近は鼻のマッサージっていうか、私鼻が結構やっぱりコンプレックスっていうの、なんかシュッてしたくて、でも整形はなんか嫌じゃん。マッサージとかで治るんだったら全然いいかな。なんか最近ビバナクリップみたいな、ビバナクリップか分かんないけど、あれ欲しいなって思ってる。はい、今寝る準備が整って自分のお部屋に戻ってきました。小説のいつもアラジンを寝る前に読んでるんですけど、これを読んで寝るので、まあ皆さんには先にバイバイってしてから寝たいと思います。皆さんどうでしたか、今回の動画は。でもね、3回目ぐらいの自宅撮影なんですけど、結構慣れてきて一人でほとんど動画を回せるようになってきたので、良かったなって思います。それに特に何もない日で変わったこととかはしてないんですけど、マリアのルーティンをみんなに紹介できて楽しかったです。もしこの動画
と思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。